北口ホーム、中村橋駅は、東京都練馬区中村北4丁目にある、西武鉄道池袋線の駅である。駅番号は、SI07。福福線の観光線部分に島式ホーム1面2線を、有する高架駅で、外側に2線の通過線がある。高架化される前は、相対式ホームの形態だったが、ホーム間を連絡する、古線橋などは設置されていなかったため、 平日朝ラッシュ時などには、練馬側の踏切で無理に横断する人が絶えなかった。高架化後の朝ラッシュ時は、コンコースとホームを連絡するエスカレーターはホームに一箇所しかないため、乗降客でホーム上は混雑し、エレベーターも満員の状態になることがある。そこで、西武鉄道では、新桜台駅、東駅から、石寺公園駅間のホームドア整備を計画しており、 2022年度以降を予定している。2007年9月には、富士見台寄りの高架下に商業施設、エミオ中村橋がオープンした。駅北口の西方にある速道には国内、外のコレールを活用した街路灯があり、レールに関する説明板も設置されている。2020年度の1日平均乗降人員は3万1059人であり、 西武鉄道全92駅中22位。同社の優等列車運行路線における各駅停車のみ停車する駅としては1位である。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下表の通り。南口のセンカー通り上にある中村橋駅が最寄り停留所となる。また、駅を出て商店街を10分ほど期待進んだ目白通り、旧道沿いには 中村橋駅入口停留所がある。以下の路線が発着し、関東バス、西部バスにより運行されている。なお、関東バスの中村橋駅停留所は2011年11月14日までは中村橋を名乗っていた。中村橋駅のレバ番号については、駅前案内板で表示されている、便宜上の番号であり、実際は何も表記されていない。 富士見台駅との駅間距離は800メートルしか離れておらず、両駅間の線路がほぼ直線ということもあり、互いを視認できる。ありがとうございます。